基本塗装のためにマスキングをしっかり施します。まずは外野カラーの黒サフを全体に吹き付けていきます。奥まった箇所は念入りに黒で塗りつぶしておきます。天輪や離体も最初はすべて黒です。フィギュアと同じですが、白を上から吹きつけて明暗をつけておきます。この白は基本色の発色を良くする意味もあります。方針などは下半分は黒のままです。迷彩は503重戦車大隊で見られた緑の多い縦筋の3色迷彩にします。最初に隠蔽力の低い黄色を塗っていきます。フラットフレッシュをメインにして黄色みを加えたかなり明るい色に調色しました。エアブラシのコンディションをチェックします。ちょうど良い吹き加減ですね。迷彩を細く吹くコツは被写体に対して直角に吹くことです。斜めになると線が太くなりがちです。エアーツはかなり低くノズルは近づけます。できました。作った塗料は保管が必要です。水性塗料の場合はケチャップケースがおすすめ。かなり長期間にわたって保存することができます。緑はフラットグリーンをメインにスカイで調色しました。抹茶のような緑色になっています。輪郭を作ってから中身を塗りつぶしていくような形で進めていきます。茶色はハルレッドを使い、赤い色を強調した感じに仕上げます。レンガや小豆のような色ですね。赤みを強くしたことで抹茶色によく馴染みます。小豆と抹茶、カスタードといった色合いです。迷彩完了です。小物の塗り分けを行います。ファレホのオールドウッドを木の部分に塗っていきます。金属部分は黒で塗ります。牽引ワイヤーのような隙間のあるパーツ、こちらはポストイットを刺して塗るのがおすすめです。こうすれば大胆にはみ出しても大丈夫。紙を抜き取ればきれいに塗り分け完了です。塗り分けが終わりました。奥目の表現は油彩を使いました。スポンジヤスリのスポンジをちぎって使います。ピンセットでつまんで油彩を取ります。木目部分に塗っていきます。スポンジで塗ると自然にムラができて木目のように見えてきます。はみ出しは溶剤で拭っておきましょう。金属部の表現にダークアイアンを使います。ペーパーナフキンでしっかり拭い取りドライブラシにします。黒で塗った OVM の金属部にこすりつけます。これで OVM の塗装はすべて終了です。次はデカールを貼りましょう。まずはクリアーを吹きつけます。特にコーティングの凹凸になじませる必要がある場合は必須と言っても良いでしょう。念入りにたっぷり吹きつけました。デカールは温度が重要です。ぬるま湯を用意しました。デカールピンセットを使用します。
お湯につけて染み込ませたら引き上げ、余分な水分を減らします。マークソフターを塗ったらデカールをスライドさせます。お湯につけた綿棒で押してなじませていきます。できました。光沢を下塗りした理由ですが、デカールをしっかり密着させるためです。ツルツルのガラスに紙が貼り付くのと同じ理由です。デカールが浮いて白くならないようひと手間加えてみましょう。ファレホでチッピングを描きましょう。この時期のドイツ戦車は工場でダークイエローに塗られていました。迷彩色は現地で上塗りしています。ですからダークイエローをグリーンや茶色部に描くと迷彩色が剥がれた表現になります。フェンダーには擦り傷を描いておくと良いですね。チッピングを描いた箇所にグレーを塗って奥まで塗装が剥がれた状態を再現します。ツインメリットコーティングはコンクリートのような素材だったようです。塗料が剥がれた箇所として明るいグレーを塗っておきました。最初は塗るだけの予定でしたが、コーティングの剥がれを再現することにしました。塗装が完了していますが、大胆に削ってしまいます。リューターでバリバリと削ります。ナイフで断面を整えます。走行がむき出しの箇所をグレーで塗ります。断面は明るいグレーで塗っておきました。これで出来上がりです。ウェザリングに備えて半光沢でコーティングをしておきましょう。塗装表面のコンディションを半グロスにしておくことが、この後のウェザリングに大変重要な意味を持ちます。グランドブラウンを使ってピンウォッシュを行います。攪拌せず、そこにたまった顔料を取り出します。溶剤を使って塗りやすい濃度に調整します。ピンウォッシュは、墨入れとシェーディングを混ぜた行為です。影にしたい箇所に色を置いていきます。他にも、パーツの境目などに塗ると効果的です。腕に溶剤を染み込ませます。こうやって指先が軽く湿る程度がベストです。拭き取るのではなく筆跡をぼかしていくような感じです。平面部は奥に押し込むような動かし方をします。一箇所を終えたら筆を洗い、溶剤をつけ直します。傾斜部は雨だれ汚れを同時につけてしまいましょう。このように筆先を動かせば、縦筋が描けます。隅に色を寄せていき、筆先でさっと動かすと線が引けますよ。筆は文生堂のドライブラシ筆を使っています。画材店で買えるフィルバート筆でも良いと思います。
ぼかしては拭き取りの作業を繰り返します。以上でウォッシュが終わりました。雰囲気が出てきましたね。最初に半光沢を吹きつけた理由ですが、このウォッシュを拭き取りやすくするためです。艶消しの表面はザラザラしており、汚しカラーが入り込んでうまく拭き取れません。逆に光沢面はツルツルすぎて全てが取れてしまい影になりません。このちょうど良い塩梅が半光沢というわけです。ウォッシュ作業をすると真っ黒になってしまうという方は下地を見直すと良いと思います。排気管の汚しをご紹介します。黒の多いマホガニーに近い色を塗って塗ります。アクリルの春レッドを筆に取ります。薄めずドロドロのままで構いません。筆で叩くように塗っていきます。タミヤアクリルのボソッとした質感が浮いたサビのように見えます。ステインブラウンを少し濃いめに薄めます。染み込ませるようにポンポンと塗りましょう。綺麗に塗りつぶすのではなくムラを残します。ラストオレンジを飛沫していきます。サビは点々だけではなく浸食しながら広がりますので、筆先で点をつないでいきます。車体色をスポンジチッピングします。これで熱で塗料が剥がれた表現が出来上がりです。立体の表現をご紹介します。最初の黒く塗った上にダークアイアンでドライブラシをします。金属感が出ましたね。次はサビ汚れ、先ほどの排気管と同じく春レッドを塗ります。原液のまま筆に取り叩くように色をのせます。乾きかけの塗料が浮かんだサビのように見えてきますよ。次にステインブラウンを塗りつけます。沈殿した塗料を筆で叩くように塗ります。立体以外をマスキングします。ラストオレンジを用意します。飛沫を塗っていきます。こんな感じです。綿棒でこすっていきます。鈍いツヤが出てきました。先に塗ったメタルカラーが輝いているのです。輝きが足りないように感じたので鉛筆でこすります。内側のガイドリンクも削れて光りますので、ここにも鉛筆で塗りました。立体部分が出来上がりました。車体に装着しました。これでも十分な仕上がりですよね。次回はホコリ汚れを施します。ピグメントの簡単で効果的な付け方やリアルに見せるポイントをご紹介いたします。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。